畠山みのるは、日本の政治家。埼玉県上尾市長。元埼玉県議会議員。元上尾市議会議員。岩手県陸前高田市生まれ。聖火は、農業と落農を営んでいた。千葉工業大学金属工学科に入学。大学時代は空手に打ち込んだ。腕前は五段。1973年3月、同大学卒業。同年四月。 東洋振動所に就職。1995年12月の上尾市議会議員選挙に初当選。市議を3期務めた後、2007年4月に埼玉県議会議員選挙に南13区から立候補し初当選。2011年に再選。2015年に参選。県議時代は民主党、民進党に所属した。 2017年10月30日、上尾市長の島村みが、公契約関係強売入札妨害及び収賄の疑いで、上尾市議会議長の田中守らと共に、埼玉県警察に逮捕された。同年11月8日に、島村は辞職し、11月17日、島村の辞職に伴う市長選に立候補する意向を表明。 12月17日に行われた選挙に、市議会議長の田中が牛耳っていた、保守系最大会派、申請クラブの多くの議員の支援を受け、また希望の党衆議院議員の大島敦志、連合埼玉の支援を取り付けて、立候補。元市議ら3人の候補者を破り初当選を果たした。投票率は35.19%。2021年、厚生労働省。 中央労働委員会公益委員に就任。ありがとうございます。